それでは今日は、高原選手、選手でいいですか。いや一応代表にしてもらっていい。高原代表高原代表兼監督兼選手、沖縄 SV という SFA だね。 SFA だからそこ大事だね俺はちょっと今さらっと流したけど、やっぱり厳しいツッコミだった SFA だね。 SFA ね、 SFA ドイツ語だから、よろしくお願いします。タカとは高校のね、同級生です。清水東高校ってとこで同級生で、小学生の時からねスーパースター、中学の時も日本代表やってたね。そうだね、中学の途中から、アンダー14。タカのさ幼少期と、幼少期文武両道だったじゃん、中学の時さ。タカ新幹線で感じたじゃん。あれは俺から東海第一に行きたいっていう、言ったの。言った。中学まで行くのに1時間半ぐらいかかるでしょ。まあ、新幹線がだいたい30分。そのでん、30分で行って、でそこからあの静鉄っていう、あれ静岡鉄道、ね、静岡鉄道、であれ乗って、あの湯の木っていうとこ、トータルで1時間かな、片道、お父さんお母さんは行ってこいよみたいな。いや行ってこいよっていうか、まあ俺が行きたいって言ったから、まあなんだろうね、その行くなダメだみたいなのは、まあなかったかな、俺は絶対行きたいみたいな、東海第一ね、まあ一応私立で、まあサッカー強かったから、うまいやつがみんなこう集まってくる、すごかったよね、あの東海第一中の時、あの時全国制覇2連覇、俺の時が1年から3年まで優勝して、なんか4連覇ぐらいしたんだよね。そうだよね、大変じゃなかった。いや大変じゃなかったよ。新幹線乗ってる中で全部そのなんだ勉強とかやってたんだ。やっぱそう、もう全部もう全部そこでテストの時は、まあそれプラス要はちょっと家でも、やってたけど。どのぐらいまで部活は時間をやって練習してるの。どのぐらいまでだよ、7時近くまでやってたのかな。でもなんだかんだほら家着いたらもう8時とかなんのかな、だからもう飯食って風呂入ってすぐ寝るみたいな。今の中学生って終わるの早いんだよね、泣いてないから。ああそうなんだ川口とか特に泣いてなくて、そのなんだろう、最初特に中1、入った時うまかったら試合出れるんじゃなくて、まずそのメンバーに入るにはまずその成績良くないと入れないみたいな。ああテストのね、そういうのもあったから、まあ勉強もやっぱりちゃんとして、でもまあ常に10位以内、には入ってた。だからそう、あそうだよ、だそれがまあ習慣づいたっていうか。清水東高校っつって偏差値が多分 今でも65ぐらいあるのかな、東高もう塾行かないとダメだよな。あれ行かないでも普通にやっぱ行けるのはやっぱり相当なもう天才じゃねえけどさ、もう頭の本当にいいやつだよね、あちょっとレベル違うわって思ったもん。俺も思ったタカちょうどね合格の次の日に東高サッカー部から連絡来て、もうすぐ参加しろっつって、来たでしょ、春木、あったね、あったでしょ、あった。その時タカがもうエクアドル行ってたんだよ、そう学校いなかったんだね。そう最初もう入学式も出なかったしようやくまあ帰ってきて、行った時にはだから衝撃受けたよもう何も分からない赤手のクラス一緒だったの知ってる、タカはエクアドル行ってたからしょうがないの、あれはね取るぜ取るね俺さ、みんな見てて思うのが時間の使い方が上手だな。まあね、そうだね、そのまあ勉強がやってできるとかさ、まあできない、まあそれまあ一つあるけど、曲がりなみやっぱりなんとかこうやろうとするじゃん。やっぱ俺それ結構大事だなって思う、まあそれで点数いい点取れるかどうか別として、要はテストのためにやっぱ勉強しなきゃいけない、だったらさやっぱそれにやっぱりそこの時間でさしっかりやんないとさ、っていうそのメリハリじゃないけど、まあそういうのはすげえ大事だなっていう、だから今の俺のやってるこのアカデミーの子らにはテスト期間は一切もう練習しないから、なるほどね、そう一切練習しなくてもう今はテストのために勉強しろ、タカさ両親のどっちかが先生だっけ。あ親父の方がね、言われた勉強しろとか。いや別にそんな言われねえかな、そんな言われない。言わない、うちおふくろが先生なんだよ、めっちゃ言われた中学生小学生の時は結構だからもう自由だったかな、あの監督いなかったから、だから結構もう自分で考えて、まあやるみたいな。子供の時はやっぱサッカーだけじゃなくて、なんだろう、
結構 山登りとか結構キャンプとか、うんうんうん、結構そういうの連れてかれたかな。あそう、うん、母親に。あそう、うん、まあ、今ってあんまりそういうのやっちゃダメなのかな、まあ、そういうのは木登りとかさ、うん、あそうね、なんかね、そうね、うん、でやっぱああいう自然な中から体の使い方だったりとか、うん、まあ、必要な筋力だったりとか学んでいくのかなと思うんだけど、うん、だから今だったらどっちかというとじゃあサッカーやるけど、うんうん、サッカーメインだけどサッカーだけだとそのかかる負荷とか動きっていうのが限られるから、うんうん、やっぱ違うスポーツした方がいいとか、うんうん、機械体操だったりとかさバスケだったりとかさ、うんうん、なんかこうやっぱいろんな方向からやっぱ刺激を入れてあげるのが子供の時は結構いいっていうんだけど、うんうんね、俺が子供の時は逆にそんなことしなくても、うんうん、自然の中でただ遊んでれば、うんうん、それが勝手にできてたみたいな。確かに、ね、小学校6年の時のあれなんだっけ草サッカーだっけ静岡の NTT カップかな。そうです、相手は清水の岡岡翔だよ。だ岡翔か。っていうのは岡翔じゃねえんだよな。高さ右足も左足も切れる、うん、小5ぐらいからも練習したの、うん、あの5号球使ったの。あ5年生から、うん、それぐらいから、うん、でかかったからね。170ぐらいあったでしょ。関係ない166、小6の時に、うん、だけど人に言われて、ね、やらされてやるのと、ね、やっぱ自分で考えてやるのな、お前はどっちがいいんだみたいなさ、うん、そう言われた時にさ、ね、やっぱそう、まあ、それはそうだよなって、自分で考えてやる方がええよなって、だからまあ東高行ったっていうのもあるしね、うんうん、高はすごいよね、ほんとね、通学も時間かけてその間に勉強して塾も行ってないで塾はだから行ったことないよ。そういう脳とかあと時間の使い方ができてたんだよね。そうだね、うん、そう、うん、だ大事なことはだからその自分でしっかり考えて、うんうん、で行動していくことよ。今何をすべきなのか、うん、でそれに対してやっぱちゃんと行動を起こすこと、うんうんうん、ただ思ってるだけでもダメだし、やっぱそれを行動しないと、うんうん、タカがさボカジュニアズ行ってドイツ行って、うん、日本と海外の違いってどこが違う？いやどこが違うだろうね。もうまあでもやっぱり上半身の使い方とかやっぱそういうのはやっぱね、向こうの方がやっぱ上手いよね。うん、体のあと当て方、うん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 、南米の選手がさやっぱほら日本の選手とさ体格があんま変わんないけど、うんうんうんね、でもヨーロッパで、ね、普通にやっぱああやって難なくやれちゃってるのは、ね、まあ、当然技術的な問題っていろいろあるかもしれないけど、うんうん、上半身をうまくやっぱり使わないとやっぱリンクさせないといけないから上と下っていうのは、うん、あとサッカーで言えばポジショニング、うん、どこでボール受けたらいいとか、うんうん、そうだね、そういうのは結構ね子供小学生ぐらいの時にはやっぱいや教えとかないと逆にいけないんじゃないかなと、うん、できてたもんね。だからね、うん、肩入れるとかできてたもんね、うん、相手の間をやっぱり取ればいいんだなみたいなさ、うん、間どこかなみたいな、だ常にそのポジションを取ってたらボールを受けれるみたいな、うん、俺の中ではもう当たり前のことだけど、だから今こうやってさこれチームをやってさ、うん、やってるとさ、うん、うまくだからそれ伝わんないやついるんだよね、うんうん、どう教えてあげればいいかとか、うん、っていうのもやっぱ考えるよね、うん、やっぱ人に伝えられなければダメだよなっていうところがあるよね、うまくね。